ラフレシアを求めて45年ほど前に取引先の人から聞いた話その人が言うにもうだいぶ前の出来事とのことだから少なくとも10年以上前のことと思われるインドネシアにこの話を話してくれた A さんそして B さん C さんの3人で仕事に行った 仕事といっても半分は遊びを兼ねたような旅行だったらしいそんなわけなので仕事が終わってから10日近い暇ができ最初の23日はのんびりと観光を楽しんでいた3人とも現地は初めてではないので何となく退屈さを感じていたところ B さんがラフレシアを見てみないかと 言い出した「ジャングルに入るにはやはりガイドがいる C さんがつてをたどってガイドを探したところ幸いにも引き受けてくれる人が見つかった翌日3人はガイドのいる町へ向かったそしてガイドと落ち合い装備を調達するとその町の安ホテルで 一泊した翌日の早朝、ガイドを含めた4人はジャングルへと分け入った念のためラフレシアについて書いておく巨大な寄生植物であるこの花は数が少ない上に開花する時間もわずかでなかなかお目にかかることは困難であるガイドにも 期待はしない方がいい」とあらかじめ念を押された「まずはつぼみを探し出しそのつぼみが開花するまで待って花を見るというのが普通だが日帰りで何日かジャングルに分け入ってもまず無理だろうとのことだそれでもたまにはジャングル探検も悪くない何かの話の種にはなるだろう」 3人はそんな気分であったということだ。1日目、何の成果もなく終わった。A さんはジャングルに分け入るということが、こんなにも大変だとは思わなかったという。何と言っても蒸し暑く、体力の消耗がひどい。おまけに害になる生き物にも、常に注意を払わなければならない。 おそらく他の2人も同じ気持ちであっただろう2日目昨日とは方向を変えたがこれまた成果なし疲労困憊でホテルに帰るもういい加減嫌にはなってたがせっかく来たのだからと明日もう一日頑張ってみることにしたそして3日目当然 一日目二日目とは方向を変えて分け入るしかしやはりというかつぼみさえ発見できぬまま時間は過ぎていく幾分早い時間だがかなり疲れもあって諦めて戻ろうということになったガイドにその胸を告げると4人は道を引き返した 2時間半ほど歩いた頃列の最後尾にいた B さんが声を上げた B さんが指さす方を見ると遠くに何やら赤ちゃけた塊が見えた「あれラフレシアじゃないのか?」ガイドは目を細めるようにして見ていたが突然顔を引きつらせた 急ごう黙ってついてきなさいガイドは小走りに進み始めたなおもそれを気にして足の進まない3人に振り向きざま言った命が欲しいのなら急ぎなさいただならぬガイドの雰囲気に3人は慌ててガイドの後を追ったしばらくすると 生臭い臭気が漂ってきたふと振り返った A さんの目には赤茶ゃけた物体がさっきより確実に近いところにあるのが映った動いているのかあれはこの匂いがあの物体から発せられているとしたらあれはラフレシアではない実際に匂いを嗅いだことはないが ラフレシアは肉の腐ったような匂いのはずなのに今漂っているのは生臭さである A さんはあれがラフレシアではないどころか何か得体の知れない嫌なものであることを確信した自然に足が早まるガイドはもちろん B さん C さんも それに感づいたようで自然と一向の足は速くなった生臭い周期は徐々に強くなっている気がした後ろを振り返ってみようと思うが恐怖でそれもできない後ろに続く B さん C さんの二人も A さんを追い抜く勢いでぴったりついてくる普通の道ではないから 全力疾走というわけにはいかないが可能な限り早く走ったようやく自動車の通れる道が見えてきたふと振り返るとそれはもう10メートルに満たない距離にいたその距離で分かったのだがそれは大きさは2メートル近く直径70から80センチもある寸詰まりで 巨大なヒルのような感じであった道に出るとガイドが足を止め荒くなった呼吸を整えている3人も立ち止まった <laughs> もう大丈夫だと思いますガイドが息を切らせながら言った A さんは安堵のあまりその場に座り込んだ他の2人も 真っ赤な顔をして座り込んだ「落ち着いてみるともうあの匂いはしない」「ジャングルの中を見たが木々が日光を遮っているせいで様子はわからない」「あれは何なんだ?」ガイドに尋ねたが首を振っただけで何も答えてはくれなかった。 結局ホテルについてもあのことは忘れてください私も詳しくは知らないし忘れた方がいいですよとあれが何かは教えてもらえなかった後日 C さんが仕事でインドネシアに行った時かなり方々でこの件を聞き回ったようでいくらかの情報を得ることができたそれは 人を食うもので人を見つけると執拗に追いかけ人が疲れて動けなくなった時襲いかかってくるという太陽の光が好きではなくあの時もし早めに切り上げていなかったらジャングルを抜け出しても追ってきて逃げ切れなかったかもしれなかったそれを見たら 現地でいうお祓いを受けなければならないお祓いを受けなければそれは追いかけた人間を忘れず必要に狙ってくる3人はお祓いはしなかったがすぐに日本に帰ったので難を逃れたのではないかそしてその名前はわからないというよりも 口にしない方がいい。ということであった。二十歳のお迎え。中学の頃。体育会系の部活をしていました。その日は他県での試合で。部員たちとマイクロバスにて。遠征に出かけてました。 試合は何事もなく終わり試合の反省会をしたり片付けをして帰路に着きました途中高速のインターにてトイレ夕食休憩を挟んで順調に地元に帰っていました高速を降りて地元に続く県道を走り始めましたもともと私の町は山に囲まれた場所で どこに行くにも山を越えていく、自然豊かな町です。そのため、県道といっても左右にガードレールがあるだけで、野生動物に配慮され、街灯もほとんどない道が続きます。早朝に出発し、試合をして疲れているのに、夕食を食べ満腹。なおかつバスの心地よい揺れで、ほとんどの部員は寝ていました。 私も眠いいいののに試合の興奮状態を引きずり寝つけないでいました窓の外を見ても当然真っ暗で反射板が貼り付けてあるガードレールくらいしか見えませんが隣の席の子も寝ているし起こすのも悪いのでぼーっと真っ暗な窓の外を眺めていました。 どのくらい走ったかわかりませんがふと違和感を感じますゆるいカーブのところに一箇所街灯とミラーが取り付けられていますんなんだろうこの違和感と思った瞬間髪が長い無表情の生首が バスと同じ速度でガードレール上を移動しています全身におかんが走り目をそらしたいのにそらすことができないでいました真っ暗なのに生首の顔や髪の動きはしっかり見えますいや誰かの小さな叫び声で その生首は消えていきました。消える瞬間にやりと確かにこちらを見て笑いましたそしてささやき声が耳元で聞こえました生首が消えても恐怖は続いていましたが周りは先ほどと変わらず心地よさそうな寝息を立てて 眠っています今の何そう思っていると後ろから頭をトントンとされました見上げると一学年上の先輩です先輩の顔は蒼白でしたがおそらく私も同じだったと思いますねえ今の はい「うん忘れよっか私は黙ってうなずきましたそれからこのことは誰にも言わずもちろん先輩ともそんな会話はしませんでしたしばらく忘れられるのか不安になって過ごしていましたが意外にもあの道で起きたことや 恐怖も徐々に記憶から薄れ5年が経つ19歳にはすっかり忘れていました一本の電話が鳴るまでは電話の内容はあの先輩が交通事故で亡くなったとの知らせでした身近な若い人が亡くなるのも初めてでかなりのショックを受けました通夜に行き 血の気が引く思いでした先輩が交通事故で亡くなったのはあの場所でした先輩はその日彼氏と喧嘩してコンパに急遽行ったそうですコンパ中彼から電話があり仲直りをしたらしくお酒を飲んでいなかった男性に彼の家まで送ってもらうところでした ところが事故に遭い2人とも即死でしたその日は先輩の誕生日で二十歳になったお祝いを少しでも早く仲直りした彼に祝ってもらおうとしてあの剣道を通ったそうです周りはせめてもの救いが彼と仲直りできて幸せな気持ちで旅立ててよかった と言っていましたが私は震えが止まりませんでしたあの時生首が言った言葉が脳裏をよぎったからです二十歳の幸せな時に迎えに来てやるよそれから十年たって私はまだ生きてます私の二十歳は あの言葉に取りつかれ学校も休学二十一歳の誕生日になるまで怖くて引きこもり生活をしていましたですが今は結婚もして可愛い子供にも恵まれて幸せです先輩は二十歳のあの時お迎えに来た生首を見たんでしょうかそして 運転していた男性も見てしまったのでしょうか先輩の死からあの道はどんなことがあっても怖くて通っていません「助けろ」これは俺が今年進級した後に友人から聞いた話なんだけど 暇な人だけ見てくれ。「俺は大学生で一人暮らしをしているんだが同じアパートの1階に友人が住んでいるんだ俺は3階に住んでる。である日同じ学部の友人たちと飲み会をしたんだが夜中の2時くらいになるとさすがに話すネタもなくなりしらけた空気が流れ始めた。 その時は同じアパートの友人 B と他に二人の友人といたんだがそのうちに一人が怖い話しようぜと言い出した俺は怖い話が好きで新しい話を仕入れるとよく友人に話して聞かせていた今日も俺が一人で怖い話をしゃべり続けていた電気を消して 俺がいろいろ話してもうネタが尽きた頃 B が「俺も話があるんだけど」とおもむろに話し始めた俺としては話を聞いた後、もっと早く言ってくれ」と思った怖いんじゃなく不気味な話だった春休みのある日 B は彼女とメールをしていた メールの内容は聞いてないけどとりあえず普通の内容メールを続けて夜中の2時寝る準備も終えて布団の中で彼女とメールを続けそのまま寝てしまおうと思ったらしいすると突然部屋のドアがドンドンと叩かれたそれもトイレをノックするとは明らかに違う 本気で拳で叩いているような音がしたビクッと反応し何事かと布団から出ようとした時ドアの外側から「助けろ早く開けろ助けろ」と女の声がしたしかしその声はヒステリックに狂ったような声で ドアを叩きながら発せられていた鍵をかけているかすごく不安になったが B は動くことができなかったらしい文章だと伝わりづらいがその話を聞いた時の B の本気で怯えた様子を見るとその出来事が尋常じゃないということがすごく伝わった聞いていた俺たちはただ 黙っってて聞いているしかなかなた B が動けないでいる間も女が狂ったように叫びながらドアをたたいている B は完璧なイルスモードに突入したその間心の底から彼女からメールが返ってこないことを祈ったらしいそう自分はイルスモードだが携帯はマナーモードではなかったことに。 気づいたからだメール来るなメール来るなよ頼む来るな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 固まりながらずっとそう思っていたらしいすると急にドアをたたく音も女の狂ったような「助けろコール」もやんだらしい春のまだ、 肌寒い季節だったというのに汗をかいていたほっとして今まさに起きたことを彼女に電話しようとしたらしいすると「ザザザザ,ザ」と砂利をゆっくりと踏む音が聞こえてきたらしい B はゆっくりと踏む音が聞こえてきたらしい B はゆっくりと踏む音が聞こえてきたらしい っくりと携帯を閉じた。砂利を踏む音は外の方から聞こえてくる「俺は何度も B の部屋に行ったことがあったのでわかるのだが B は1階に住んでいて珍しく布団を敷いて寝ているのだがその布団を敷いているところは窓に対して平行に敷いているのだ」つまり左は窓 右は部屋側っってていう間取りになってる。そしてその窓の外は砂利が敷いてあるつまり誰かが窓の外の砂利を踏んでいるということになるさっきまで書いていた汗が今度は一気に引いていったらしい B は再び身を固くした砂利を踏む足音は ゆっくりと自分の部屋の方向に近づいてきている「やばいやばいやばい」ばい「足音はとうとう B の部屋の前に止まったらしい窓とカーテンを隔てた向こう側にこっちから窓の外を見たわけではないが窓の外の何者かが明らかに自分の部屋の中を 覗こうとしていることが分かったらしい B は布団に横になり息も殺して動かず再び携帯が鳴らないことを祈ったいるのがバレたらやばい殺される大げさかもしれないがその時は本気でそう思ったらしい早く いなくなくくってくれ。そう思って目をつむっていたら気づいたら朝になっていた起きて目を覚ますとあれは夢だったような気がしてきたらしい普通に飯食って学校に行く用意をして家を出ようとした時ふと気になったカーテンを開けてみる 窓に明らかに男と思われる手形と砂利の上にいたような足跡が残っていたらしい。っていうのが同じアパートに住む友人 B の怖い話同じとこに住んでる俺からすれば洒落にならない怖い話です。 カカシの神様田舎住まいなので通学する時にはいつも田んぼの脇道を通っていたその日も家に帰るためいつものように田んぼの脇道をカエルの鳴き声を聞きながら歩いていたすると田んぼの中にピンク色の割烹着のような服を着た人が 立っているのに気がつく「ああ田植えか何かしてるんだな」そう思ってよく見てみると「何か動きがおかしい」「片足で腰をくねくねさせながら白いビニールの紐のようなものを新体操をしているかのように体の周りでぐるぐるさせている」 なんというかフラフープをしているようなそんな動き変な汗が俺の体中からふつふつと湧き出てきたしかもそれは片足でケンケンしながら少しずつこちらに近づいてきているゲコゲコとカエルの鳴き声が響く 夕焼けの田んぼの中で、俺はなぜか、動けずにそれを見ていた。腰をくねくねさせて、ピョコぴょこ、とこちらにやってくるそれに、顔はなかった。というか、見えなかった。写真でぶれたときみたいな、激しく顔を振っている。 そんな感じ。体は普通に見えるのにまるで顔の部分だけぼやけているというか俺は目がかすれたのかなと思い何度も目をこすってみたしかしそれの顔は相変わらず見えないしかももう目の前まで来ているああ これもう俺の人生終わったなそう思ったと同時に涙がものすごい勢いで流れた目が痛くて開けていられないほどに俺はその痛みと恐怖で気絶してしまったらしく次に目を開けた時には自宅の布団の中でした そこには俺を囲むように親父と祖父祖母と近所の坊さんがいて何やら念仏のようなものを声をそろえて唱えているなんだかその状況がおかしくて吹き出しそうになると祖母が「ぐっと俺の体を押さえつけてじっとしてろ」と低い声で言った。 結局それは俺が目覚めてから1時間くらい続いたのかなその後祖母に聞いた話では俺が出会ったあれはカかしの神様とかなんだけどそのかかしは寂しかったのかなんか知らないが俺を自分の仲間にしようとしたらしい連れてかれたら 一生泥の中で暮らさなきゃいけねえんだぞ」と祖母は最後に言いましたおかげで今でも田んぼにかかしがポツンと立っていると怖くてしょうがないですでこれは後日親父に電話でいろいろ聞いてみた話なんだけど 気絶した俺を見つけたのは近所の人だった田んぼの脇道に俺が倒れていたのでまさかと近づくと涙を流したまま倒れている俺その目の前に俺を見下ろすような形で立っているカカシやっぱりと思い俺の祖父や坊さんに知らせたそうです 昔も似たような事件が何回かあったみたいですほとんどの人は助かっているそうですがしかし発見された時に目の前のカカシを見つめたままケラケラと笑い続けカカシのそばを離れようとしない者も,も何人かいたそうですさらに嫌な話も聞いてしまいました 何でも昔々の食糧難の時にその村にいる役立たずの人を食いぶちを減らすために殺してしまうそうですしかしただ殺すだけではと田んぼを荒らす獣よけに逃げられないように足を片方切断して白装束を着せ田んぼに立てかけた十字形の木に縛り付けてしまう。 片足両手などを縛られてほとんど身動きのできないその人はそこから抜け出そうと体をくねくねさせるそれを遠くで見る村人は「あれならあと23日は余裕で持つな」とニヤニヤ話していたそうです縛られた人は 餓死か日射病で死ぬが中には熊や野犬などに食われてしまう人もいたそうですまあそんな非道なことをやってればたたりや何だでその村にいろいろ起こったので生きたままカかしにされた人を神様として祭り上げたとかまあここらへんのことは 親父も祖父に詳しくは教えてもらえなかったそうですが親父も死んだ祖父も無類の酒好きなのでどこまで本当なんだかはちょっとわからないんですけどね18段目の完食数年前から 階段がうまくくれなくなっただいたい十段上ったあたりで必ず右足がつまずいてしまう左じゃなくて右だけ下りじゃなくて上りでだけ次の段に右足をつける寸前突然足がこわばって硬直してしまいそうするとガクッてなって バランス崩して前のめりになるそういう時は手すりとかつかむか23段先に無理やり着地することになるだから階段上る時はゆっくり一段一段確認しながらじゃないと上れない早足できないから急いでる時は足元確認しつつの一段ぬかしで上ってるのね たぶん原因は私は背骨や骨盤が曲がっていてその上足首の力が弱いらしいのでそういう身体的なもんなんじゃないかと思ってたこの症状には地味に困ってたんですよ転倒したことはないんだけどラッシュ時とか超邪魔になるんでなので先日の夕方 職場近くの歩道橋を通る際階段上る練習をしようと思ったわけちょうど通行人が誰もいなかったんでガクッてなっても誰にも迷惑かけなさそうだし下を向かず階段の一番上を見たまま普通の人の早足程度の速度で足を動かし階段を上っていくいつもは10段目くらいでガクッて ってなるんだけどこの時は違ったおおよそ15段目までスムーズに登れてしまったこの歩道橋は全部で33段このまま全部いけるんじゃとワクワクしてたんだけどだいたい18段目くらいで突然ぐにょって不可解な感触がした。 驚いて足元を見る。何か落ちたもの踏んだかまさか犬の糞をでも何の変哲もないコンクリートの階段があるだけだったそれだけ他は何もない頭にハテナマークを浮かべつつも勢いがついていたからそのまま左足が 19段目に乗ってしまうぐにゃやっぱり変な感触18段目と違うのはやや盛り上がりがあるところなんだろう潰れたアルミ缶を踏んでるみたいな感じ右端から左端まで足で確かめたところ階段は不均一で ところどころろどってた前にこたつで寝てた兄の手をうっかり踏んづけたことがあるんだけど今思い返せばそれに近かったかもあれは手だったのか兄のよりもう少し柔らかくてぐにょぐにょしてたけどもしかして腐ってたとはいえ 見た目は普通のまったいらな階段足の感触と見た目があまりにも違って軽く混乱中手で触って確かめようかと一旦十七17段目に降りたところで後ろから人の気配がした巻き髪でハイヒールの派手なお姉さんがカツカツ音を立てて登ってきてた 何もない階段の途中でうだうだやってるなんて傍から見たら怪しい人じゃん急に恥ずかしくなってもういいやこのまま頂上まで登っちゃおうと再び18段目に足をかけたのねしたらいきなりポケットに入れてた携帯からストラップが取れて階段の下に落ちていった 友人からもらったご当地キティのストラップが下から三段目くらいに転がってる慌てて取りに行ったよ途中で女の人とすれ違ったこっちのことは気にせず登って行ったでキティちゃん救出ひも部分が切れてたずっと使ってたからかな治るかな とと眺めてると「さっき通った女の人の足音がしないのに気づいた」「さっきヒール音すっごい響いてたのに振り返ると歩道橋上のどこにも女の人の姿が見えなかった」「その歩道橋は階段が4つあるタイプじゃなくて道路の両端に1つずつしかないやつ」 この短時間に階段上って向こう側に渡って階段下りたとは考えられない上でしゃがんでいるか倒れているのかもドキドキしながら階段を上った急いでいたのでいつものようにガクッとつまずいたけど手すりつかんで上った18段目に差しかかる今度は 変な感触がしない十九段目も同様手でも触ってみたけどごくごく普通の硬いコンクリートの感触しかしなかった結局女の人は一番上にもいなかったどこにもいなかったのだ確かに自分の横を通り過ぎて階段を上って行ったのに 通りすぎるとききつい香水の香りがしたのも覚えてる見間違いじゃないでもヒールの音は覚えてる限り20回くらいで途絶えてるんだ30回は鳴ってないあの女の人はどこを登っていったんだろうそしてあの18段目の感触は だだったんだろう「あのまま変な感触の十八段目以降をスルスル登ってったらどうなってたんだろう」そう考えると怖いんだよね。階段でつまずく症状はもしかしたら誰かがつまずかせてくれてるのかもしれない。私がうっかり変なところに登らないように。 ちゃんと正しいところに足を下ろすようにそういえば私は坂子で右足から生まれたらしいストラップくれた友人には感謝してる来週また友人の墓参りに行く予定また変な感触したらどうしようと考えると最近階段恐怖症になってきた しかも最近さらに左足でもつまずくようになってきたんだよね階段上る時には気をつけてよく確認しつつ上るようにしている本当にここは上っていいところなのかって